C 大阪の日本代表 FW 杉本健勇、25が、本当にスペイン一部ヘタフェに移籍することが10日、濃厚となった。複数の関係者によると、完全移籍での獲得に向けた正式オファーがクラブ側に届いていることが判明。交渉は詰めの段階に入っているという約半年後に迫ったワールドカップロシア大会での活躍を目指すストライカーは、欧州でさらなる進化を遂げることになる。目標としてきた欧州移籍の実現が、秒読み段階に入った。複数の関係者によると、今季の J1 で得点ランク2位に入るなど飛躍の1年を過ごした杉本に対して、ヘタフェから完全移籍での獲得に向けた正式オファーが C 大阪サイドに届いたことが判明。クラブ間の交渉は細部を詰めていく段階に入っているという。ヘタフェは今夏にも期限付き移籍での獲得を画策。その後も変わらぬ熱意を持って動向を追ってきた。C 大阪は全力で慰留する一方、本人の意思を尊重する方針を示している。この日、報道陣の取材に応じた大熊清チーム統括部長は、誠意は見せているが、自分たちにできることとできないことがあると現状を説明した。肋骨骨折と左足首痛の影響で日本代表を離脱し別メニュー調整中の杉本だが、怪我のために、移籍の可能性がなくなることは全くないと強調した。第14節を終えた時点で8位のヘタフェには、同学都市の日本代表 MF 柴崎だけが在籍。移籍なら日本人ホットラインにも注目が集まりそうだ。8月に A 代表に招集され、約半年後に迫ったワールドカップロシア大会で結果を残すことに重点を置く大型ストライカー。偉そうな言い方になるかもしれないけど、23人に入ってワールドカップに出るのが目標じゃなくて、出て活躍したいと思っている。世界最高峰の舞台で輝くためにも、海を渡り新たな挑戦に打って出る。ヘタフェ CF 1983年創設ホームタウンはマドリード州ヘタフェ。04-05年に一部初昇格昨季初めて二部に降格するも、昇格プレーオフ決勝でテネリフェを下し1年で一部復帰。一部最高ぐらいは09-10年の6位。本拠地はアルフォンソ、ペレス。17,393人収容。